どうもこみです。さて本日も関西クラクラクラブ、私のホームクランからですね、動画をお届けしたいというふうに思います。本日のテーマはドラゴンラッシュ系の攻めにおけるリスクヘッジの方法というところを見ていきたいというふうに思うんですけども、ドラゴン使っていて星1になっちゃうっていう方結構いるんじゃないですかね。多分相当多いんじゃないかって僕は思います。実際僕自身も星1ってやるし、やるたんびになんで1なのかなっていうところをきっちりこうね、考えながら、修正をまあしながらこうね、やってきてるんですけども、まあ、今日は、星1が起こってしまう典型的な例というのを1個見てもらいながら、どんな風なリスクヘッジをすればそれが起きにくいのかということをですね、お話ししていきたいというふうに思います。私のチャンネルこんな感じでですね、クラン対戦のアタックを中心に、解説の動画やっておりますので、ぜひですね、最後までご覧いただきましていいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。というところで見ていきたいのは、すんません、ちょっとね、これごめんね、Kさん。かなりね、今回の対戦リーグ前回も取っていて、いい攻め多い中で、あえてこれを1本ちょっと取らさせてもらっているのですけども、ですね、タンホールに突撃艦を当てていくんですが、これがね、機能しなかったんですね。で、どういう風になっちゃうのかっていうと、ここのマルチのところに、トルネがあります。トルネードトラップですね。で、突撃艦をこう当てていくんですけども、トルネードに当たっちゃった上に、爆弾とかいっぱい吸っちゃって落っこっちゃうっていうかね。その落っこっていった後、どうなるのかを見ていきたいんですが、まず、ロイヤルチャンピオンで、ここの、11時方面カットですね。これ、ドラゴンたちの進軍ルートを狭めています。こちら側、ビドラでカットしていきながら、キング、クイーンを出して、さらに外周部分をカット。この部分削っていきますね。ドラゴンのルートがしっかりこう出来上がって、進軍しながら突撃艦でタンホールを落としていくというプラン。トームもうまいこと決まっていて、ここまで完璧に見えるんですけども、はい、ここですね。トルネードトラップを受けてしまって、もう罠が一気にこう集中してるんですよ。吸い込んでしまった挙句、ここで、スーパーガーゴイルが放出されちゃうんですね。で、もうしょうがないんで、ここはもうクローンとインビジレージを使って花火をここで打ち上げていきますね。で、タンホールがもう、破壊率 55% になっているので、起動するんですね。51% 超えた時にもタンホール起動するんで、毎秒300のダメージを与えるギガインフェルノがガンガンドラゴンを焼いていって、あっという間にドラゴンが消えていきました。で、この時点で見てほしいのは、ユニットがもう残ってないんですよ。何にもないんですね、ここ。すべてもう出切ってしまっていて、アーチャークイーンのクロークが残っているものの呪文しかないっていうことになってくるので、こうなってくると、ユニットがタウンホールにもう向かってくれることを期待して祈るしかない状態になっちゃってるんですね。で、これがね、結構きつくて、タウンホールにユニットが向かってくれたところに呪文を落としていきたいんですけども、やっぱね、呪文どのタイミングで何の呪文を使うかがすごく難しい判断になってきます。で、今朝も多分ここはですね、ドラゴンライダーだとやっぱり、今回のこのタウンホール落としきれないなというふうに踏んで、そこでフリーズは使わずにアーチャークイーンがタウンホールに行くタイミングでフリーズを使おうというふうに考えたんだと思いますね。ドラゴンもやられたんですけども、アーチャークイーンまたクローク残した状態で壁の中入ればワンチャンですね。ただユニコーンが落ちてしまって、ここでフリーズ打っておきたかったんですが、なんとこれ同時にね、クロークとフリーズが行っちゃったんで、ちょっとこれタイミング的にクローク状態でフリーズ効いてる、少しもったない状態になってしまって、結果的にはタウンホールが残っちゃうという形になりました。で、序盤にですね、Kさん、何をしたかっていうと、ここをロイちゃんで削っていって、で、こっちを金食いで削っていくんですね。で、ドラゴンをここから出す。まあ、非常にサイドカットが効いていて、で、こんな感じかな。聞いていて、だいぶその、なんていうのかな、プランニング的にはすごい綺麗なプランなんですけども、ドラゴンを出すタイミングでもうすべてのユニットが全部できちゃうんですね。そうすると、いわゆるリカバリーをするためのユニットが全くなくなってしまうわけなんです。ここがちょっと今回、誤算が、こういう誤算が生じた場合に、もう星1を避けられなくなっちゃったポイントですね。これ、完全に相手の村がね、ここに罠を全部溜め込んでいても、ね、仕組んで来上がったな、この野郎という感じだったのでね、そこもなかなか不運だったんですよね。この逆側から言ってたら多分、これね、ここないんで、タウンホールに行って、こんなことにはなってなかったと思う。まあそういうですね、ユニットを全部出し切ったことがやっぱりドラゴンにおいてはリスクになってくるので、でそれをどういうふうに回避するかっていうところですね、これから、合計で、2つ見ていきたいというふうに思います。
まず1個は、まあ、さっきから何度も言ってるようにロイちゃんのコースってことですね。これね非常に重要です。これ僕のまあまあ偶然前回になったでなんかいやらしいな、なんか自分のね最近ねアタックを見てるのが恥ずかしいんですけどね、まあまあ参考に見てください。ですねこれどういうプランだったかな、花火を上げるのかな、ここエアスイ壊して対空壊してここベビーですね、でカットして、でここからこうドラゴンをね進軍させていきます。ドーンとねドラゴン、まあ、細かい削りはちょっと待って、で解説は排除しますけども、でこっちキングクイーンをこうね流していく、ね、ロイちゃん使わないんですね序盤で、使わないことによって、で最後でロイちゃんとフリーズを余らしておきます。で、ね、これがねマジで功を奏するんです。ドラゴンを出していきながら、これ突撃艦が早すぎたおかげで突撃艦がですねこれアーチャークイーンを竹取っちゃうんですね。で竹取った状態で無敵になっちゃったもんだから、アーチャークイーンが延々と突撃艦を追っかけちゃうんですね。こんな感じで、でドラゴンでアーチャークイーン処理するはずが処理できないままトルネードトラップに、突撃艦が捕まってしまい、ここでもう、スーパーガーゴイル花火を、もう引き上げちゃってますね。で、相手のアチャクイはギリギリ処理できて、まあ良かったかなと思ったんですけども、アチャクイさんに、結構中央の部隊が焼かれてしまって、みんな、外周にこう流れちゃってるんですね、この辺。で、タウンホールも花火で壊しきれず、まあトルネ食らっちゃったんで、壊しきれず、こんな風にタウンホールが残るわけですよ。でもこの状態でフリーズ2個プラスロイちゃんがいるので、これを使ってなんとかね、ワンスタだけは避けようと、もう必死に今ね、考えを、巡らしてます。やべえやべえって感じ。結構ね僕クラン対戦陸中星1は絶対なんてクラメンに言いまくってるんで、言ってる手前ね僕がやってしまったらちょっとさすがにこれ夜も眠れんと思って、もうねちょっとガタブル状態で今ねロイちゃんのタイミングを測っております。アーチャークイーンクロークも入っちゃったんで、もうこれはもうロイちゃんで行くしかないわけですね。どっから出すべと思って、ですね、出した場所がこれ、タンホールに向かわせると思ったら大砲に向かってしまって、おい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 みたいな感じになってるわけですけども、で、このフリーズもなぜか、対空砲とね、タウンホールダブルで凍らせようとか意味のないことをしましたね。トラニットいないのに、いないのに、そんなことをして、もうテンパりまくりだったんですけども、まあまあ、フリーズが1枚残ったんでね、それを使って、タウンホール止めて、ロイヤルチャンピオンで破壊しながら、まあ、ギリギリ全開まで持ってきたって感じです。こんな感じですね。はい。で、このアタックからちょっとね、参考にしてほしいところっていうのは、タウンホールが壊れるまでは、タウンホールを壊すためのユニットを残しておきましょうっていうことですね。今回で言えばロイヤルチャンピオンです。基本的にドラゴン攻めをする場合に、ロイヤルチャンピオンって序盤に必ず使わなくても、いけちゃう場合が多いんですね。序盤プチ天才って言われる、クエイクライトニングにフォーミングシールドを合わせて、宝石を折っていくとか、まあそういうテクニックもあるはあるんですけども、それをやっぱ今の環境やってしまうと、ドラゴン攻めが非常に多いので、トルネとかも全部ドラゴン対策になっちゃってるケースがもうよく見られるんですね。でそういった場合、罠に引っかかっちゃうともう取り返しがつかないので、そうならないように、あえてロイヤルチャンピオンは最後まで残しておくようにすることによって、こういう星チーンにね、もうなってしまう場面っていうのを、ロイヤルチャンピオンで回避することができるってことですね。これです。これね、ほんと重要なポイントなんで、自分他の攻めでも実はこういうことをやっていて、ロイちゃんはね、必ずタウンホールが壊れるまでは少なくとも残しておきます。壊れたらロイちゃん、どこ出そうかなっていうふうに考えるっていうことですね。ここすげえ重要なんで、ぜひね、忘れずに覚えておいてほしいなというのと、もう一個ですね、見てほしいのは、これかな。いやね、まあね、新しく来てくれたエースさんっていう方がね、なんかガチクラン初めてですとか言う割には、ちょっとこれ、もうなんか今のところ3分の3前回ですね。でしかも全部ね、このアタックなんですよ。これぜひ見てほしいんですけども、これ、エースさんの、ドラゴンラッシュ、ドラゴンライダーラッシュかな。これがね、すごくね、簡単にやるんですね。どういうことかっていうと、ドラゴンこっから出すん、もうドラゴン。ドラゴンライダーもそう。ドラゴン系をここからこう出していくんですけども、カットしていって、で、キングクイーン確かこっちだと思った。こっちに歩かせていって、ルートを作りながら、タウンホールどう処理するかっていうと、これね、こんな感じ、キングクイーンそうですね。外周から出していって、突撃艦を角度かけて出していって、
タウンホールにこう向かわせていくんですね。でこの距離を突撃艦向かわせるんだったら、まあ、トルネガーローがそう関係ないですよね。しっかりタウンホールまで突撃艦が届いてくれて、そのまま中から出てくるのはスニークゴブリン15体です。これ実は入ってるの。なんでそれがしっかりタウンホールを確実に落としてくれる。で、トルネードトラップに多少捕まってもですね、あのタウンホール、あのスニーゴブ15体もいれば大体落ちます。でタウンホールを落とすことによって、実はここのカットもこうあのできているので、ドラゴンタッチっていうのがぐるっとこういう風にね回っていくことができるんですね。ぐるっという感じで、まさに今そんな形になってますね。このパターンっていうのが、このエースさんがする攻めってほとんどみんなこうなっていて、でやっぱりこれロイヤルチャンピオンがこういうとこで生き生きしちゃうのはあんまよろしくないんですよね。よろしくなくって、ここにフリーズを当ててドラゴンでちょっと遅れて合流したドラゴンでこれを倒していくんですけども、倒していった後も、外周走っているアーチャークイーン、とバーバリアンキングまだ生きていてクロークフィスト残してる状態なんですね。でさらに、ロイヤルチャンピオンも、ホーミングシールド残っている、インビジの呪文も1個あるので、これをふんだんに使って残りの防衛突破していきます。これほんとうまいですよね。マジで相当うまいなと思うんですけど、どうですかね。こんな感じですね。あとロイちゃんがやられましたけども、キングクイーンが能力残してるんで、まあちょっとね危うそうに見えるかもしんないですけど、そんなに危うくないですね。これリストとクロークが残ってる状態でこの最終盤のこの状況だったら、まあ、別にっていう感じかなと僕は思います。うん、仮にここに投石とかがあったとしても全然いけますからね。もう1個ぐらいあったとして、いやうまいですよね。だからこういう風に突撃艦を、遠向かけて、タウンホールに届かせる、その、届かせる距離、例えば ここから遠向かかってここだったら、まあ別に多少エアスに吹かれようがトルネガーローがそんな影響ないじゃないですか、という風な、なんで短い距離の突撃艦を使うっていうことですね。まあ、これが、もう一個のリスクヘッジ方法かなっていうふうに思います。ロイヤルチャンピオンを、タウンホールが壊れるまで温存しておく。二つ目は突撃艦を短距離でタウンホールに遠向かけてぶつけるっていうことですね。この形、どちらかを使うことによって、星1のリスクは相当下げることができますので、必ずね、これやってもらった方が僕はいいかなというふうに思ってます。で、ラストですね。これかな。はい、これねテンプレ配置なんですね。結構これ回転させられてるのかな、よくこの向きが変わった配置をよく見るんですけども、タウンホールがねこの対外層にあって、でポンプとエリクサータンクとか金庫が、その周りを囲っているこういう配置、これにね花火を打ち上げてみました。で結論から言うとですね、こういう配置には花火は選ばない方がそもそもいいですね。何でこれを最後上げたかっていうと、そもそもドラゴンラッシュ系の戦術の中でも、タウンホールの1位を見たときにこれやっちゃいけないっていう戦術はもうそもそもやめましょうよって話がしたかったっていうことなんですね。まあね、やったから、だから言いましたけども、やったからそういうことが言えるんであって、一回ね、やっぱね、やらないとわからないっていうのは、まあ確かにありますけどね。はい。自分はやらかしたんで、もう、肝に銘じました。序盤、ドラゴンライダーを出していきながら、ちょっと遅らせて、トームをかけるための突撃艦を出していきますね。イーグル着弾一発しょうがないから食らっても、突撃艦はギリギリでトームに乗せていくという感じですね。で、これタウンホールまで届かせられるかなっていうところまで行くんですけども、ここですね。落として、クローン、レイジ、インビジを重ねていくわけなんですが、なんですがですよ。これ、中から出てくる防衛軍が小粒だったんで、スーパーガーゴイルのダメージがみんなこの防衛軍のアーチャーにこう吸い込まれちゃったんですね。で、全部タウンホールに届かずに、タウンホールほぼノーダメージ状態で残っちゃったっていう感じですね。はい。で、まあ、こんな風にですね、相手の、クラン城の位置関係的に、なんていうのかな。スーパーガーゴイルが防衛援軍の細かいのを使いそうな可能性があるときっていうのは、基本的には、花火やんない方がいいですね。むしろ、
突撃艦にバルーンとドラゴンライダーとかを積んで、まあ、そういう小粒が出てきたとしても確実にタウンホールを落とせるような編成をした方がいいっていうところですね。そういうですね、もう村に対して明らかに事故が起こりそうな、編成っていうのもやっぱりある。まさに今回言った花火をするのに小粒の防衛って本当に嫌なので、まあね、絶対できないかって言われたらできなくもないんですよ。もうちょっと早めに突撃艦を投げて、このね、クラン城の方面、だからクラン城のここら辺に落としてしまって、インビジかければ援軍出てこないですから、この援軍が出てきたのはね、後ろから来ているドラゴンたちが釣っちゃっている援軍に、スーパーガーゴイルが反応しちゃったわけですよ。じゃなくってドラゴンが近づいて援軍呼ぶ前にスーパーガーゴで一気に、タウンホールが落とせる、でさらにクラン城まで落とせるみたいな感じのそのタイミングで突撃艦出せればいいんですけど、まあなかなかね、そういう細かいテクニックを使うよりはむしろ確実にタウンホールを落とせる、今回でやっぱこの壁際にあるんで、まあ、さっき言ったドラゴンライダーっていうのもまあいいってかもしんないけども、なんならね、その前見てもらったエースさんみたいにニークゴブリンガン積みして、で、タウンホールのこのね、壁の隙間に、突撃艦が落ちれば絶対タウンホールを壊れますんで、いうような格好を作って、星2延長の星3確実に、ね、もう狙っていくとかね、いうことをやった方がいい。ね。配置に合わない攻め方はやめましょう。どれが合わないかはぜひね、自分でやってみて、なかなか取れないなっていうふうに思ったら、もうやめた方がいいと思います。今のこの環境で、ドラゴンを使って、ギリギリ3回、4回入れて取りましたっていう攻め方は、基本刺さってないと思った方が多分いい。2回やって、まあ、3回やって2回取れる攻め方かなぐらいが刺さってるって言えるもんだと思うんでね、いう感じで、その攻めが合ってるのか合ってないのか、合ってないとしたらどこが原因で合ってないのかってところのね、経験値を積むとより見分けがついて、補修をするリスクが減るんじゃないかなというふうに思う。あの弊社です、弊社ね、違う、弊クランですね、弊クランね、三毛猫さんがワンタグラマーとして星1をたまにこう取って、共有のね、の動画、倉庫に上げてくれてるんで、私もね、いつか上げられるんじゃないかと思って、すごい緊張感を持ちながら、アタックをしてますけどもね、ワンタグラマー三毛猫さんの、マラッチ対象にならないように頑張りたいというふうに思います。はい。というところでですね、本日の動画を終わりにしたいというふうに思います。いかがでしたでしょうか？やっぱね、対戦で星1かましちゃうと、まあ、レジェンドガチ勢の方はね、まあ、レジェンドでもしたくないと思うんですけど、対戦特にね、メンタル来ちゃって、ってなることが多いと思うんで、そうならないように、リスクヘッジ、突撃艦の、走る距離、あとは、ロイヤルチャンピオンを出すタイミングですね、ここ気をつけながらやってみてもらうことによって、なるべくリスクを減らすアタック、試してみてもらえたらなというふうに思います。では本日この辺で動画を終わりにしたいというふうに思います。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。